2店舗で日本一デリカ D5 販売してるって聞いてますんで、はい、後ろのキャンピングキットも販売しておりますのでいかがでしょうか、はい、どうぞこの今話題のエアコンが欲しいと、はい、そうですよね、はい、これいいですね電動ステップ、はい、乗り降りとかも楽ですししやすいですよね、はい、モーターどうも皆さんこんにちはモーターチャンネルのガキです今回はですねこちら千葉県柏市にありますグランドモーターさんの展示場の方にお邪魔しておりますグランドモーターさんといえばですね日本一デリカ D5 のキャンピングカーを販売している会社さんになりますのでそのグランドモーターさんが今回最新のですねデリカ D5 のキャンピングカーを作ったということなんで早速ですが取材していきたいと思いますモーターはいということで早速グランドモーターの大野さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします大野さんモーターチャンネル初登場ということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます実は前回グランドモーターさんは前型のデリカ、はいそうですね、1個前です D5 の動画を撮らさせてもらったんですけども、はい、もう今回この新型というか、はい、現行ですね、はいはい、もうビッグマイナーチェンジマイナーチェンジって感じですよね、はい、の、まあ、こちらのデリカ D5 でも最新のキャンピングカー作ったということなんで、はい、今日は早速教えてほしいなと思うんですけども、はい、この動画で初めてグランドモーターさんのことを知る人さんもいるかもしれないので、はい、簡単にあの会社のご説明だけよろしいでしょうかそうですね会社は2店舗ありまして千葉の柏市と兵庫の神戸北店2店舗今グランドモーターが展開しておりますでメインで皆さんもご存知かと思いますけどデリカの D キャンを作っている会社ですねなかなかデリカのキャンピングカーがないので結構ちょっとバカ売れさせていただいてますねいやさすがでございます、はい、関東は柏で関西は神戸の方でやられてる、はいね、ということなんでその2店舗で日本一デリカ D5 販売してるって聞いてますんで、はいまあ、なぜこうデリカ D5 に手をつけたのかとかも聞きたいなというところと、はいはい、あとはその他の例えばですねハイエースとかがやっぱりキャンピングカー多いイメージだと思いますので、はいはい、多いですねその辺の詳しい違いというか、はいまあ、デリカならではの、はいまあ、いいポイントたくさん今日聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、モーターさあ早速ですねまず外装からちょっと触れていきたいと思うんですけども、はいまあ、今回この用意していただいたデリカ D5、はい、これ現行モデルになりますよね、はい、そうです ベース車だけちょっと聞いてもいいですか、はい、どんなグレードのやつですかね一応今映ってるのが一番いいグレードの P グレード P グレード、はい、当然あのディーゼルで、4駆しか、存在しないので、はい、切り替えのパートタイムの、4駆の、ディーゼルになっておりますやっぱり一番売れるのはこの P グレードそうですね、まあ、もちろん他のグレードも扱ってはいらっしゃると思いますし、はい、実は今回このご紹介するその、はいまあ、キャンピングカーなんですけども、まあ、一応キットも個別で販売してたりですとか、はい、持ち込み仮装もいけるんですよねそうです今乗られている方も、はい、後ろのキャンピングキットも販売しておりますのでなので、まあ、そこ流用も効くしそうです、まあ、しかも外装も実はグランドモーターさんやってらっしゃるんですよね、はい、全塗装をしたりですとか、はいまあ、あとは、まあ、もちろんこういった全塗装しなくてもキャリアとか、はい、そのラダーとか、はいまあ、そういったプラスのオプションとかも外装は可能だ、はい、ということですね、はい、今回この今ノーマルの状態、まあ、ノーマルの状態でもすごいかっこいいですもんね、はい、そうですねこのままでも十分ですけど、はいはいまあ、すごいこのマットカード赤とかの、はい、デリカ D5 っぽいなと、はい、そうですねいうところもありますしまあまあ、 もちろんね一回これで買って後々こういじっても面白いかなと思います、はい、今回その中でも注目するのが中と、はい、いうことなんで、はい、じゃあちょっとカメラさん一緒に行きましょうか一緒にどうぞいかがでしょうか、はい、どうぞということで、まあ、今回新しくなったところもねたくさんあるとそうですね、はい、いうことなんですごいね、はい、使い回しも良さそうな内装になってるんじゃないでしょうかじゃあ早速ねこの今回先ほど持ち込み仮装もかというふうに話したんですが、はい、例えば新車でデリカ D5 をグランドモーターさんに用意して購入することも可能ですし、はい、そうですね、はい、中古とかも可能ですもんねはい大丈夫ですなので、まあ、結構その価格帯も、まあ、今回この、はいまあ、新車のモデルの金額聞いちゃうと思うんですけども、はい、あの中古とかでも値段ね、はい、かなりあのご相談いただけるというところなので、はい、で、まあ、それは大野さんでいけばいいですかね、はい、大丈夫です大野さんあのタカちゃんっていう、はい、あのニックネームがありますので、はい、各イベント会場に見かけたらぜひ呼んでいただければ、はいはい、ここからタカちゃんできます、はいはいまあ、タカちゃんと見ましたよと言ってもらえば一番いいですね、はいはいはい、ありがたいですですねありがとうございます、まあ、その中で、まあ、今回はじゃあ日本一売れてるわけですから、はいまあ、その日本一売れてるわけとか、はいまあ、どういったコンセプトで作ったのかも聞いていきたいと思います、はいはいまあ、じゃあ早速ですがご紹介ということで、はい、今回パワーアップしたところどちらになりますかそうですね今まであのご要望いただいてちょっとできなかったところがこの今話題のエアコンが欲しいと、はい、そうですよね、はいまあ、去年からかなりやっぱり暑くなってきて、はい、やっぱ中でね
いる間すごい暑いので、うんうんうん、エアコンはつけられないかとずっと言われてたんですけど、ちょっとできませんって言ってたんですよ。今回こんな綺麗につけられるようになりましたので。そうですね、待望の、まあ、これ言ったらクーラー機能ってことですよね。そうです、はいはい、が、この3列目のガラスの内張りにぴったり入ってのいいですね。ちょうど、はい、マッチする感じでぴったりと綺麗に入ってます、ね、外からの見た目もぴったりはまってますし、はい、中からもこんな形で映ってると。そうですね、かなりね、やっぱこの辺のクーラーってすごく電気食うイメージあるんですよ、はいはい、すよ。結局ついてはいるけど、はい、1日その真夏の夜寝れないとか、はいはいはい、それだとやっぱ意味ないということで、はい、その辺も実はかなり強化されてるっていう。そうですね、やっぱり皆さんどれぐらい持つのと稼働時間言われますけど、はい、気になりますよね、はい、今回今バッと見せちゃいますけども、はい、見せちゃって大丈夫ですかこれ。もう一回隠していいですか。すいません、企業秘密じゃなければ、はい、今回リチウムイオンバッテリーも、はい、搭載してますので。なるほどなるほど。今100、100で200アンペアのリチウムイオンバッテリーがついております。で、だいたい満充電で、やった場合だと、だいたい10時間ぐらいは。10時間もですか。はい、いけると思いますし。じゃあ全然夜ガンガン、じゃあ冷やして寝てもらっても、気にしないで、はい、そのまま朝までいけちゃうと、はい、これ結構正直、はい、5、6時間とかはよく聞いてますよ。まあそうですね、はい、だからそれ8時間睡眠したいなとか思ったんですけど、はい、それも可能だと。全然大丈夫。いや、それはすごいですね。しかも結構200のリチウムイオンでいけちゃうんですね、はい、そうですね、はい、まだ200なんですけどね、はいはい、すごいですよね、はい、ただまあベースがこちらこれオプションになってますので。そうですね、まあ、クーラーとかも外してもちろん値段を抑えることもできますんで、はい、必ずしもね、はい、車中泊必ずするっていう人以外もこういったキット楽しんでもらえればなと、はい、あとはこのあれですね、リチウムイオン200、はい、の、まあ、オプションということなんですけども、はい、まあ、通常だとどんな形になってるんですか。通常だと、はい、サブバッテリー1個は標準でついておりますので、はいはい、全く何もついてないっていうわけではなくて、うんうんうん、たまたま今オプションでリチウムついてますけど、標準だと鉛がついております。なるほど、はい、まあ、それでもいけちゃうんですが、はい、まあ、気になる方、エアコンつける方なんかは特におすすめかもしれない、ね、セットでおすすめしております、はい、しかもこれ走行充電ももちろんできちゃう。そうですね、走行充電も、はい、ついてますので。ついてます、はい、リチウム専用の今走行充電してますけど、標準も走行充電もついてますので。あ、なるほど、はい、じゃあ別に、じゃあ例えば充電し忘れたとか、はい、わざわざ外部充電持ってきてとかってこともしなくて。そうですね、大丈夫です、ね、済んじゃいますんで、はい、安心して出先に向かっていただいてもいいですし、はい、まあ、しかもあれですね、外部充電もしっかり、はい、電源もあります、はい、ついてますんで、はい、RV パックとか。そうです、まあ、そういったところで接着する方なんかはもう十分いけちゃうんじゃないかなと、はい、あとあれですね、もう電気関係でいうと、はい、プラス合わせて実はソーラーパネルも。そうなんですよ、この今の、はい、見られてるやつはソーラーパネルもついてますので、もうすでに充電してますので、はい、ソーラーで、はい、もう電池としてはもう長く使える状態ですし、はい、こういうのはやっぱ災害とかいいですね。そうですね、今地震がね最近多いですけど。そうなんです、千葉今撮影してますけど、はい、地震多いんで、はい、一家揃って避難とかっていうところでも、ある程度この中で、そうです、まあ、隔離された空間で移動できるっていうのも、確かにどうせ車買うならそれ待った方がいいですもんね、はい、まあ、地震になっちゃうとやっぱ停電が起きちゃいますので、はい、その時にやっぱり携帯の充電、他のところも、まあ、この車、うんうん、D キャンがあれば自家発電できますので、はい、そういう気にされてる方もぜひ、ね、D キャンもいいと思います ね、まあ、ある意味車っていう部分でいくと、はい、まあ、こういった買い方もね、最近災害用とかもよく聞きますので、はい、しかもさらにこのデリカ D5 というベース車もいいですよ ね、 そ う、 ですね、そういう災害時もそうですし、はい、やっぱりアクロ走破性のイメージ。そうなんです、はい、ミニバンと SUV の融合がデリカ D5 の売りなので、まあ、唯一ですもんね。そうです、日本中探しても D5 しかないと思います、はい、なるほど、はい、結構やっぱりハイエースとかのキャンピングカーやっぱよく見るじゃないですか、はい、まあ、鉄板かなとは思うんですけど、はい、どういう声が多いですか。ハイエースってめちゃくちゃいいんですけど、はい、やっぱアクロ走破性は4駆買うまでもなくて、はい、やっぱ2駆買うというか、はい、そっちの方が多いのかなと思うんですけど、はいはい、パートタイム4駆だからいいですもんね。そうですね、普段は2駆にしていただいて、はい、アクロというか滑るような砂のとこだと4駆にしていただければどっちでも使えますので、まあ、ハイエースだとやっぱりどうしても肉が多くて、キャンプに行かれた時の雨が降ってちょっと土だとやっぱりスタックしてしまったとか、ちょっと雪道で四駆のイメージはありますけど、普段使いの時もそうなるので、まあ、デリカだったらちょっとアクロで四駆にしてもらえば全然大丈夫なので。確かにいろんな趣味にも使えますからね、はい、まあ、スノーボードやったりとか、ね、まあ、釣りとかも多いですかね。あ、いいですね、はい、結構あとはそのデリカっていうとハイエースと違ってやっぱ少しだけちょっとこう車高高いみたいなイメージもあって、はいはい、これもう良さだと思うんですよ、はい、アクロ走破性ももちろん得られるし、はい、ただやっぱり乗り降りしにくいんじゃないかなみたいなところもあると。
と思うんですけど、そうですね、実はこの P グレードだと結構いいんですよね、はい、サイドとか見ると、はい、ちょっとこちら皆さん見てもらいたいなと、カメラさん来ていただきたいなと思うんですけど、まあ、ハイエースの方だとやっぱりこう乗るときにすごい高くて嫌だというお声もありますけど、 P グレードだとこれいいですね、電動ステップ、はい、出てきちゃうので乗り降りとかも楽ですし、しやすいですよね、はい、まあ、助手席まで長くあるので助手席乗られる方もステップがありますので、はい、じゃあお子さんだったりとか、はい、まあ、あのお年を召された方の例えば病院の送り迎えとか、はい、そうです、そういったところ普段使いもできるっていうところが、まあ、後でもご紹介しますが、はい、もうこれ普通に普段乗りとして使っていただけるモデルになってますので、はい、こちらの展開も後ほどお届けしたいと思います、はい、あとその他でいくと、はい、オプション関係とかどのあたりになりますか。そうですね、またちょっと当てちゃいますけど、はい、一応さっきはちょっと暑い時に寒くするエアコンで、実はここに FF ヒーター、あ、 FF ヒーターのそれスイッチですか、はい、スイッチなんですよ、マルチコントローラーっていう温度設定ができるスイッチがついてますので、はい、まあ、寒いところ当然いがれますけど、うんうん、FF で炊いていただければ、実はここの下に加工してあるんですよ、ここに、あ、本当だ、はい、うまく収納されてて、はい、なのでこのデリカが止まっていてもエンジン動かさなくてももうクーラーも効くし暖房もできるというところもいけますと、オプションで用意できますと、はい、そうですね、まあ、結構そのオプションは人気のオプションです。あ、もう鉄板の、はい、じゃオプションになっているというところで、はい、そして逆側も触れていきたいと思います。そうですね、あとは先ほど災害の話も出ちゃったんですけど、はい、電子レンジ結構言われるんですよ、はいはい、なるほど。で電子レンジも使えるようにここにインバーターのスイッチをつけましたので、あそこを押していただくと、はい、2口のコンセントのところに1500ワットまで使えますので。なるほど、はい、1500ワットもいけちゃうんですか、はい、まあ、一般的な家庭の電子レンジで600までぐらいですもんね。そうです、はい、なのでかなり強いのが入ってまして、この棚も実はあれなんですよね、はい、そうですね、オプション棚で、普段はなく横のだけなんですけど、はい、まあ、ちょっと小物置きたいなっていう方はオプションの棚もありますので。なるほど、はい、この辺もじゃあお好みに合わせて、はい、選べますので、はい、ご予算もね はい、あると思います。その辺も考慮いただいて、はい、でも前回ご紹介した時って、はい、確かこっち側なんかシンクだったと思って、よくご存知ですね、はいはい、コンパクトなそのシンクもすごい良かったんですけど、はいはい、逆に今回シンクじゃないんですね。そうですね、ちょうどエアコンがちょうど乗ってしまったので、はい、ちょっとシンクつけられないんですけど、うんうん、もし最悪エアコンつけて、はい、シンクも欲しいなっていう方は一応こっちにシンクが、こっち行けちゃうんですか、はい、めちゃくちゃそれいいですね、はい、じゃあ今のところ行けますので、もっとじゃあどういった方にもしっかり合わせられるし、はい、そうですね、お客様のニーズに合わせて選べますので、じゃあナンバー的には、まあ、はい、シンクがないモデルになりますので、そうですね、今回はその3ナンバーですかね、はいはい、シンクがないとあの8ナンバーのキャンピング登録できませんので、ただ、はい、結構これハイエースとか多いんですけど、はい、実はそのなんかハイエースの場合1年車検とかがやっぱあるん で、 そうです、ね、キャンピングの方が8ナンバーの方がいいよって方多いんですけど、はい、まあ、デリカ関係ないですもんね。そうですね、普通の3なので、税金が上がるとか下がるとかもないですもんね。そうですね、あとやっぱり2年車検か1年車検でやっぱお客さん言われるので、はい、3ナンバーだと2年車検なので、そうですよね、はい、そのままで大丈夫だと。なので全く問題なく使っていただけると強みなんじゃないでしょうか、はい、はい、ということでここからはですね、もう完全なるこのベッド展開にしていただきましたけど、はい、かなり広いですね。広いですね、まだ余裕がありますからね、はい、もう結構あの大野さん背高いですけど何センチですか。183ぐらいです。183、はい、もうかなり大柄の男性でも、はい、まあ、頭つかないですね。そうですね、ここでじゃあ寝ていただいてもいいですし、長さどのぐらいあるんですか。2m10 以上あります。あ、2m10 以上、はい、一応今日大野さん寝てみてもいいですか。いいですか。完全に、はい、かなりですね、はい、まあ、余裕あって、はい、まあ、斜めに寝てるわけじゃないですからね、はい、これ就寝でいうとどのぐらいですか。一応2なんですけど、はい、まあ、お子さんとかいれば、確かに全然3とか、ね、川の字で寝ていただいて、はい、まあ、こんな大きい人間でもこんなにまだ余裕が横あります、ね、はいはい、いけちゃいますね、はい、なのでそちらも十分いけるというところですし、かなり、ね、ライティングもおしゃれだなっていうところで、はい、Dキャンパーの方は思ったんですけど、そうですね、標準でついております、ね、そうですね、手前のこちらスポットの LED ランプですかね、はい、が2つと、あとセンターですね、はい、そうですね、こちらも標準です、ね、これも LED、はい、今は暖色の LED ライトということで、はい、この辺もじゃあ全部つないでこれると。 そしてあとはまあカーテンとかもついてますね、はい、これもオプションになってしまうんですけど、はい、三菱さんの純正の、あ、純正ですか、はい、カーテンもつけられますので、まあ、かなり頑丈で安心できますね、はいはい、なので、まあ、車中泊としても、もうこれだけ使っていただけるというところですし、そうですね、まあ、あとデリカ D5 はやっぱり普段使いもいいですし、そうですね、はい、この今ちょっと私座ってる下が純正の椅子がついてますので、はい、うんうん、まあ、うちの会社の普段使いができて車中泊ができるっていうメインで作ってますので、はい、
純正の椅子で普段は乗っていただければ買い物とかできちゃいます、はいはい、ありがとうございます。そしたらじゃあ気になるあとは価格と納期をその通常モードをどんな形でいけるのかっていうところもお見せしながら最後お届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで小野さん今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。普段使い用のモードにしてみましたけれども、はい、この2列目もかなり展開見てるとしっかり平行になるようにカスタムできるので、はい、結構ねあのハイエースとかだと2列目のシート変えなきゃできないとか、そうですね、はい、で結構値段するんですよね、はいはい、なのでかなり価格的にも抑えられてるというところだと思いますし、実はこの辺にもあるのテーブルつくんですよね。そうですね、さっき後ろで見えてたテーブルがここにもつけられますので、はい、オプションでそれはつけられるってことなので、はい、それがあった方が、まあ、お子さんとかいらっしゃるところとかは重宝するかもしれませんね、はいはい、まあ、ベースは基本2室の方についてると、はい、どっちでもつけられます。どっちでもいけちゃいますので、はい、またフリップダウンとか、はい、その辺のオプションとか、はい、まあ、一般的に車屋さんでつけられるようなものは大丈夫です、はい、大体でもつけられますので、まあ、ご自身 の, あのカスタムというか用途に合わせてつけてみてもらいたいなと思いますし、まあ、このね暖房と冷房完備の今回の D キャンパーなんですけども、こちらじゃ新車で今回この P グレードは用意していただいたんですけども、大体どのぐらいのお乗り出し可能ですか？そうですね、 P グレードでこの後ろキャンピングカーにした場合だと大体560万ぐらいかな。560万、これでいけちゃうもんなんですね。これだけ仮装しっかりして、でまあ一応3列目取ってる形になりますんで、定員としては5人乗車、5人乗りです、はい、まあ、ちっちゃいお子さんとかも可能だったらまあ4人ぐらいは寝れるかなというところですかね。なるほど、ありがとうございます、はい、まあ、そしてポイントはこの D キャンパー、はい、まあ、グランドモーターさんといえばやっぱり持ち込み仮装もそうです、ね、してくれるっていうところが、はい、そこもうちのいいところというか、はい、ですよね。その持ち込み仮装の費用感とか、はい、まあ、今回 の, そのビッグマイナーチェンジ5のデリカ D5 で、はい、まあ、デモカー用意してもらったんですけども、はい、その前方平成19年ぐらいが出てますよね。出てますね、はい、ぐらい の, あの、まあ、言ったら中古車の持ち込み仮装とかも、はいはい、同じキットできるんですもんね。そうなんですよ、旧型買っていただいて付けちゃっても乗り換えてこっちにしたらまだ使えますので、確かにそうか、デリカ D5 からデリカ D5 もありそうですもんね、はい、あります、あります。なので、まあ、そういった方もじゃ付け替えとかもできちゃうわけですもんね、はい、なるほど、それはかなり便利なんじゃないかなと、はい、持ち込み仮装だけだとどのぐらいでしていただけるんですか？税抜き98万円です。あ、98万円、はい、そのぐらいでいけるものなんですね。いけちゃいます。なのでちょっとキャンピングが買おうか悩んでた方、はい、でデリカも D5 実は乗ってますよって方はぜひお問い合わせしていただければ、はい、柏店さんか、はい、北神戸北店さんの方で作業できるってことですね、はい、できます。なるほど、はい、新車で今回のこちらのデモカーの金額はお伝えしましたが、はい、中古でも可能だと、全然大丈夫です、というところなんで、はい、全然例えばそうですね、200万ぐらいからありますので、はい、ありますし、はい、その辺はねもう柔軟に対応いただけますんで、はい、走行距離とか年式とか、そうですね、ご希望を伝えていただいてって形ですかね、はい、あとは、はい、納期なんですよ。とはいえそうですね、皆さんが気になる納期なんですけど、はい、まあ、新車ですと大体4ヶ月ぐらい、でもそれ新車来てまだその滑走まで時間かかるんじゃないですか、はい、それも込みですか？込みで、あ、込みですか、はい、あ、込みで 4,5 ヶ月、はい、で行けちゃうっていうのは、はい、だってハイエースがめちゃくちゃ待ちますよね。もうハイエースはまあちょっと今この間私も聞きましたけど、はい、2年待ちって、2年待ち、はい、結構いろんな問題ありますから、はい、いろいろ、まあ、ちょっと言えないまあ、はいはい、いろんなねことがありますんで、はいはいはい、まずデリカ D5 でアクロ走破性もあって、はい、そうです、災害時とかの電装周りも強くて、はい、レーダー棒完備で、はい、まあ、しかも納期も早いけ、そうです、まあ、買ったら早く乗りたいですからね、はい、なのでそういった方にもぜひ今回おすすめにもなってますんで、はい、まあ、持ち込み仮装でも、まあ、新車から中古車から、はい、はい、パッケージでもいいと思いますんで、まあ、その場合はじゃあグランドモーターさん、はい、タカちゃんに、タカちゃんも、タカちゃんまでお問い合わせ、はい、言っていただければ、いただければと思いますので、はい、はい、ということで、まあ、今回ですねこのデリカ D5 D キャンパー、はい、D キャンパーですね、はい、ご紹介させてもらいましたけどいかがだったでしょうか、はい、まあ、この動画がいいなと思ってもらったら、はい、チャンネル登録とグッドボタン、そしてグランドモーターさんの詳しい詳細、はい、ホームページに関してはこちらの動画の概要欄の方にリンク貼ってますんで、そちらからお確かめください。あとどうですか、なんか高ちゃんから一言ございますか？はい、 D キャンパーすごくいい車で普段使いもできて、さらに後ろもキャンピングカーっていうなかなかないキャンピングカーですので、気になった方はぜひお問い合わせいただければと思いますのでお願いします。かなりじゃあキャンピングカーイベントも出てらっしゃいますもんね。はい、イベントにも出てます。あ、イベント情報も合わせてお確かめください、はい、そしたらまた皆さん次の動画でお会いしましょう、はい、さようなら。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。